を洗います。この青い部分はフライパンで煮込むときに使います。で、こっちはお味噌汁に入れて食べます。添える用のパクチーです。もうね、私ね、すごいパクチー好きなのよ。味噌汁用の油揚げ、ネギが多いからね、これは1枚だけ使います。油揚げ、フォークで穴をピッピッピッって開けたいんですけど、なぜかフォークがなくなったの。なんでどこ行ったんでしょうなぜかフォークがどっか行っちゃったので、包丁で表面だけ切ります。なんかさ、菜箸とかもさ、なくすねんな。フライパンにお米と、これね、2合やったかな、2合あります。お水を300と310やね、入れます。鶏ガラスープの素小さじ1、おろしにんにく小さじ1、おろし生姜小さじ1、オイスターソースを、小さじ1/2、1/2、こんなぐらいで混ぜて、で皮を下にしておきます。で上から塩と胡椒、酒を小さじ1、あれもうこれぐらいか、ちょっと入れとく。ネギを入れて、このネギもなんかギリギリやね、これでいいや。ネギを入れて、これ一つさ、しくってんけどさ、これ蓋がさ、こういう蓋やねんけど、いいよね蓋できれば。はい、強火で沸騰するまでやっていきます。結構早い段階で沸騰したのでびっくりした。で、弱火にして10分炊きます。
取ります。鶏肉中までちゃんと火通ってますね。いいですね。で、蓋をして5分蒸らします。ナンプラーかけるの忘れてた。お焦げがついてる。これご飯絶対全部食べられへんから加減して入れないと。めっちゃ美味しそう。なんだこれは。いただきます。これ絶対美味しい。うまっ、うまっ、うん、うまっ。お箸さ、こうのけるときに使って、でもうシンクのところに入れてしまったんですよ。お箸洗うのちょっとめんどくさいなと思ったから、ちょっと今日は割り箸で食べてます。美味しい。フライパンで米を炊くのってどうなんかなって思ったの、初めてやったから。なんかご飯硬くなるんちゃうかなって。でもめっちゃ柔らかい、びっくりした。うん、パクチー食べよ。これめっちゃ美味しい。簡単やし。うん、パクチー美味しいね。
これ今までの動画の中で結構5本指に入るぐらい好きかもしれない。めっちゃ美味しい。これめっちゃ美味しいわ。今まで作った動画で美味しかったなって思ったの結構あって、てか美味しいなって思うやつしか作ってないな。なんか結構ボツとかするもん。あ、なんかこれあんま美味しくないなみたいなって思ったやつ、ね、厳選された。今何本上げてる動画？80本ぐらい。厳選された80本ぐらい、ね、うん、ほんと美味しい。よかった、うまくできて。ほん結構な、ほんまにな、これ大丈夫かなみたいな思ってたけど、すごいわ。うん、めっちゃ簡単やしね。うん、うわ、毎日食べたい。うん、おこげがたまらんね。うん、おいしい。なんかさ、トマトとかキュウリとか入れようと思ったんですけど、でもパクチーに緑あるし、この味噌汁の器が赤いから、まあ、トマトみたいな役目かなみたいな、彩り的になので省きました。うん、うん、シンプルにうまい。うん、あのさ、真実の行方ってさいう映画あるやんか、あのエドワード・ノートンのさ出世作の映画、あれ の結末 あのシンプルなどんでん返しのあのおおってなった時ぐらいの美味しさ、わかる？おおみたいな、なんかおい、なんかさ、なんか分かっててんけどなんかびっくりするみたいなさ、そういう結末よね、この今日のご飯は。うん、うまい。油揚げも美味しい。うん、でも鶏肉を1羽食べるのは1枚食べるのはあれですね、多いですね。また学習しました。私は一人で鶏肉は1枚食べれないということ。めっちゃ美味しいこれ。うん、これ作ってほしい、みんなに。幸せを。
噛み締めてる。残った米と信じたよ。で、ごちそうさまでした。